アキコ、お誕生日おめでとう。アキコ、二十回目のお誕生日、心からおめでとう。そして、いつもありがとう。カリフォルニアの学生生活には、慣れた。去年の秋、君が乗った地球行きの船を、港で見送った時、俺は、涙が止まらなかった。ハーランドもジェニーも、泣いてた。 4年間を離れ離れになるなんて想像しただけでもとても切なかったから。しかしみんなが安全に過ごせる火星都市を築くために最先端の環境で学ぶのはすごく大事だし心温かい秋子らしいから応援してるね。2週間前に病棟の患者会で嬉しい話を先生がしてくれたんだ。私たちの病状がより深刻になったら 順番にホスピスへ転院するだろうから。その時、何を持っていく大きなものや重たいものは持っていけないが、100リッターのスーツケースに入る量までなら、OK だってさ。それで、患者会のみんなで希望を話して、先生がそれをノートに書いていって、様々なものが揃った。一人一人の特徴がよく表れていたし、ホスピスに入ったら、全部みんなで共有するから、 楽しみだよ。俺が連れて行くのは音楽。アキコとハーランドとジェニーのために、そして世界中の難民たちのために、ブーンガザで俺が作った様々な音楽。今の妖態からして、この命がいつまで続くか正直わからない。だから、俺そのものを音楽という姿でアーカイブし、遠い未来まで生き続けられるようにしたんだ。 この手紙だって、十年後の君へ向けて書いてる。こうしておけば、君たちが俺と接したいと感じたとき、いつでも話せるような気がするだろ。う。いいアイデアだよね。スタンフォード大へ入学した君が書いた回が、めっちゃ素敵だったね。感動したし、感激した。だって、あんなに広大で、まあ若干古風ではあるが、 教室も図書館も学生寮も美しくて暮らしやすそうだったから。誰でも無料で使える食堂や運動場があって、秀才な AI たちと共に日々安心して研究できるなんて、まるで天国のようだ。アースガザもこうだったらいいなって思う。アキコ、なぜ人類は攻撃をしたり殺戮をしたり、心や権力を削り合うんだろう 細分化したテロ組織たちと対話を重ねても慣れき憤き通るばかりでなかなか武装解除につながらない。国家間の長期停戦は幸い継続されているが、権利、地区、地位、待遇、収入などの格差、市民間の誤解、差別、軽視、侮辱は、未だ根深く残っている。もし、 周辺国同士の絶妙な外交バランスが傾いたら、また紛争や戦争が始まり、道や学校が失われ、仲間や同僚が殺され、安全国への避難も、市民たちの人命保護も、できなくなるだろう。パレスチナ周辺は、非現前からこんな具合だ。なぜ幼い頃、互いによく似た傷でもがき苦しんだり、 なりかわしい歴史を代々伝えてきたはずなのに、大人になったら無視しちゃうのか。俺、戦争や人殺しは本当にやめてほしいんだ。食料も資金も電力も真水も全く十分ではない。テントもキッチンもズタボロで、靴もベッドも中古だが、みんな優しいし、困ってる人を助けてる。だから俺は今のアースガザも嫌いじゃない。だって、 霧も魚たちも、そうやって生きてるから。確かに、ひどり仕打ちをする大人もたまにいるが、その人だって内心は温かいし、乱暴な振る舞いをしてしまうのは、辛いことがあった時や、仲間外れにされた時。だから、みんな優しく生きられますようにって、毎日お願いしよう。アキコ、お誕生日おめでとう。いつもありがとう。君の将来を、 楽しみにしてる。ME13 年12月1日。コペルニクス総合病院306病室。クラウス、ハムダン、スレイマン、アルクアラ。